目標がもともと3オーバーだったのね、前半前半、うんうん、でアウトよりやっぱインの方が難しくて、うん、でインで耐えてアウトでこう爆発できればなってもともと思ってたので、うん、パー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 できて、はい、そこからがやっぱりちょっとコース的にも難しく作ってあって、うん、次はね寄せ1に失敗してボギーだったのかな、うん、5ホール目で。なるほど、で、まあ、ショットは良くて、そうショットは良くて、でセカンドがちょっと左にこぼれちゃって、でまああまりそんなに寄らず入らずみたいな感じで、まあ、ボギーがそこで初めて、うん、初めて5ホール目でボギーが出て、次がロング、そう6番1個ずつしかロングがないの、おパー35だから、そっか、そう、はい、だからここはちゃんと取らないとパー取るか、うん、せめてバーディー取らないと、うんうん、あそうせめてパー取らないとと思ってたのに、ドライバーがねちょっと乱れたんだよね、そこでちょっとっ初の初の、おやっぱりボギー打ったっていうちょっとなんかドキドキ感がまだ残ってたのかもしれなくて、アプローチなかったなっていう、何かそのまま打っちゃってみたいな、しかも入らなかったなみたいな、うん、そのまんま打っちゃったかな、気持ちが、ドライバーがちょっと左目に曲げてラフに、でセカンドも右のラフに行っちゃって、でそしたら目の前に大きな木があって、うん、サードが狙えなかったの、うん、でもともとちょっと長いロングで3打目がロングアイアンぐらいなのに、うん、木で狙えないから、木の下を7番アイアンとかで低く出し て、で残り80ヤードぐらいの4打目をこれを 1.5 メーター以内にね乗せたのに、ほう上からのパットを外しボギー、ボギーか、あまたボギー打っちゃったみたいな、ここで連続ボギーが来るんですね、ボギーが来た、あー、うん、ってところでティーショット打ちます、はい、右がね谷になってます、あ、じゃああの人がいるとこは人のいる方はボールはあるんですけどセカンドがちょっときつくなるのと、で左が OB なんですよって思うと、あのキーあるじゃないですか、うん、あれよりちょっと右とか、あれよりちょっと右、はい、その時の間完璧、飛びすぎると谷に行っちゃうっていう、あ、わかりました、あ、完璧、よいしょ、ありがとう、完璧、コース最高です、初のコースで、あ、あ、出た出た、いい方に出た、ちょっと左足下がりだから、うん、なんだけど、完璧、これは乗ったんじゃないですか、転がっていってる、いいとこで、よかった、これはバーディーありますよ、寄せます、やります、カイロでボールを温めたら違反なんだって、知らなかった、それ知らない人多いと思う、ダッツ、あ、硬い、音がいいとこ落ちたけどね、ナイス、ナイスアプローチ、スレスレのこういうとこに落とさないと、うん、ここからうん、曲がるな、曲がるな、曲がった、あ、スレスレで曲がった、これは入れたい、うん、きた、ナイスバーディー、これがミントのバーディーですよ、すごい、いつも見ててもパターは自信ある感じがすごいする、
もうダメな時はやっぱり全然ダメだけど、でも好きかな、やっぱり。でも好きな、コップがワンパットで沈められたかなかった時の悔しさとか結構あるんですか、うん、ある、ね、好きだからこそですよね。このライン、いつもなら入るのにみたいな。そうそうそう、やっぱりスコアメイク、グリーン周りで特にパターだと思ってるので、じゃあ大事に大事に、うん、パターは結構長いですか、スコッティキャメロン。あ、うん、長いかも。もう5年ぐらい使ってるかな、4年か5年か。それまで違うのを使ってたんだけど、日本女子オープンに出る直前に全くショートパッドが入らなくなっちゃって悩んでた時に、知り合いからちょっといいクラブが何本かあるから選んで、で、あの、使っていいよって言ってもらえて、その時に持って、あ、これしっくりくるなと思ったのがたまたまスコッティキャメロンで、じゃあ今の、今のへー、センターシャフト一気に変わったんですか。あ、一気に変わったの、それ。うん、だからもう持った瞬間これかもって思って。いや、でもすごいですね、試合前に思い切っ て, てあんまりにも入らなかったから本当不安で。やっぱショートパット外すと次のホールに響くじゃん。響く、ちょっとなんかもうざわざわが止まらない。止まらなくなっちゃうから。ほんとこれぐらいが外れる時あるじゃないですか、たまに。あるある、くるんみたいな。あるある。え、すいません、何起きたか分かんないみたいな、うんみたいな。そうそう、朝一特にね、スリーパットしちゃうと、あれ今日のグリーンなんか早いの遅いの曲がるの曲がらないのとか、わけわかんなくなっちゃって。そうそうそう、分かる。今のパターはちょっとあれですね、しばらく10年選手になるかもしれない。そうそうそう、結構ね気に入ってるから続くかも。ドライバーを置きに行きます。はい、ナイスショー。これ置きに行ってるんですか。うん、ちょっと7割ぐらいの力で。飲んでますよ。結構やっぱ試合でもそういうのはやるんですか。やるやる。試合は7割ぐらい、うん、やっぱりサイドにバンカーがあったりすると、もうとにかくフェアウェイに5と考えると7割の力で置きに行ったりします。これもちょっと打ったけど左7番目は横にこう長いメインで、もう周りが全部バンカーに囲まれてるので、距離はそんなにないんだけど、ちょっとどうしても難しかった。だったけど、そこを2オン、2パットにできたことで、また気持ちが、持ち直せたかな。ここでまたボギーになっちゃうと、ボギーボギーボギーって言っちゃうけど、そこで、そこで、立ち回した。そう、立ち切ったんですね。そう、立ち切った。立ち切ったのところ。もう全部やっぱメンタルだよね。メンタル。ね、一打一打で。ナイス。今氷計算しましたね。計算した。ナイスショー。はい、ありがとう。なんか私の見てて塩田さんの強さって、どんなコンディションでもグリーン捉えるなってイメージがあって、どういうことを意識してる、この薄い時とか。あ、薄い時、今はなんか下がちょっと凍ってるっていうか固めだったんで、うんうんうん、やっぱりいつも通りって直接入れちゃうと弾かれちゃうかなって思って、うんうん、ちょっとクリーンヒットするように。あ、やっぱダイレクトに、うん、ダイレクトに、まあ、ターフ取るとかもあんま考えずに、うん、考えずに、むしろ取らない方向で、取らない方向でもうボールだけ打つぐらい、ボールだけ打つぐらいの。で、逆になんか雨の時とかだと下が緩いから、こうパンって打って持ってくっていうイメージ。持ってくんだ。うん、へえ、うん、私はそのイメージで言ってるかな。雨の時は持ってくんですね。うん、でもでも、うん、まあまあ
がいいの、うん、木の右がいいですね。左からだとバンカー越えなきゃいけないんで、ちょっと完璧。はい、ありがとう。今打てた。大丈夫。おー、ナイス。あ、これも抜けた。木の先行った。7番ホールで線を引きました。悪いとこ断ち切りました。断ち切りました。で、8番がショートで、ショートでこうなんかちょっと有名なショートらしくて、打つところは木に囲まれてそれほど風を感じないんだけど、途中が抜けてって横から風が吹くのね、うん、で、ちょっと上りで、で、そこで事件が起きて、実は事件が起きて左に引っ掛けてしまったの、うん、5番アイアンで打って、うん、で、左には池があって、うん、で、ああ池と思って、しかもこう砲台からの池で、うん、もう絶対絶命、絶対入るって思ったら、うん、ギリギリで止まっててセーフですみたいに言われて、あ、ついてるってここでもちょっと思って、本当になんかね、枯れ葉か何かで止まってて、止まることもないですよみたいな、そうもうコンコン行っちゃうところが止まっててセーフで、でもそこからやっぱり砲台に向けてこんなアプローチ、うんうん、これもボギーでもいいかな、3オーバーが目標だしと思ったら、今度は30センチに寄ってそっから池ぽっちゃじゃないとこからのピン見えない、見えない、グリーンの上見えないんで見ててくださいって言って、テイって言ったらナイスって言ったら30センチに寄ってて、パーが取れて、ワンパとパー、ワンパとパー、ボギーかと思いきや、いや、まあ、ここでちょっと気分が乗ってた、それ乗りますね、うん、風に負けたのか。今そんな感じじゃなかったけど、結構いい感じに入ったけど、通常だと上げていきたいけど下からワンクッションでいけるかな。これ完璧。ナイス。ありがとう。ナイスオン。あ、よかった。うん、このくらいだよね、あの、そう、競技でさ、このくらいはね絶対入れたいと思っちゃうね。ナイスパー。ありがとうございます。安定しました。ナイスパーです。皆さんチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。コメントもねたくさんお待ちしています。塩田さんに聞きたいことをどんどん、この動画の多分6本7本上がると思うのでたくさん募集します。はい、以上になります。ではまた次回も楽しみにしててください。バイバーイ。